ヤスと上松壮のオカルトチャンプ ルイエーイ、やったー、新年一発目、そうです、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでオカルトチャンプル新年一発目ということなんですけども、ヤスさん、はい、意外と僕らまだ今年まだ会ってないんですよ。あ、そっか、まだ夢の中だけか。夢の中で会ったんだ、恋人か恋人かよ。そうですね、一発目ですね。そうなんですよね。だからちょっとね、うん、この例えば年末年始のヤスがね、はい、どんなことをしていたのかとかね、はい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 、うん、ちょっと今年のね新年の抱負とかを聞きたいんですけど、うん、はい、ヤスさん、なんか年末年始なんかありました？そうですね、年末はちょっとレコーディングとかで忙しかったんですけど、うん、まあ、年始に関しては僕は竜神の滝っていうところに行ってまいりました。竜神の滝、はい、そのどこにあるんですか？竜神の滝、ここは東京の唯一の村である檜原村っていうところにありまして、はい、もう本当に山奥を進んでいきながら、うん、もう唯一たどり着くような滝があるんですよ、うん、はい、まあ、この檜原村自体がこう結構滝で有名な村ではあるんですけど、へえ、はい、その中でも唯一パワースポットって言われてる竜神の滝、あ、しかも今年ほら辰年だから、あ、そうですね、もう竜神はやっぱりいいってことですよね。そうですね、え、僕、うん、なんで僕も そこにおい、新年一発目だから噛み合わないなどうぞどうぞ、はいはい、うん、そうですね、うん、まあ宗さんが今何を僕に質問してこようかと、うん、思ってるのって今感じ取ったんで言っていいですか？言ってください。まあ多分ですけど、うん、なんでそこに行ったかと聞きたかったんじゃないですか？いや、好きな食べ物聞こうと思ってました。いや全然違う嘘ですよ、大正解大正解。あ、合ってます。そうなんですよ、なんで行こうと思ったんですか？いや、僕よく自分でこう眠るときに、うん、こう夜眠るときっていうのはなんか YouTube つけっぱなしとか、はいはいはい、音を聞きながら寝る癖があって、うん、でたまたま YouTube 開いて寝て起きた時に、うん、YouTube の画面を見たら、うん、そのパワースポット特集なのか分かんないですけど、うん、画面が竜の形をした画面で止まってたんですよ。はいはいはい、あれなんでだろうと思って一回再生したら、うん、一発目に出てきたのがその檜原村、そして竜神の滝だったんですよ、うん、でなんだろうな、不思議と体が動いたというか、うん、なんか行かなきゃって思い込んだというか思ったというか、うん、めちゃくちゃすごい、うん、それで何も考えずノープランですぐ調べて、うん、行ってきましたよ。その日に行ってきたんですか？もうその日に、その日に。え、すごいね。だってさ、こんだけ年末年始忙しいのに、うん、たまたまその日その一日が空いてて行けたってのもすごいですよね。で、そうなんですよ、まあ、もちろん夕方からちょっと予定あったんですけど、うん、もう起きたのが朝5時とか6時だったんで、いや早っ、いやいや、そう、本当急に目が覚めて、うん、で何もしたくせずもうそのまま、やっぱ行かなきゃっていう感じになって、うん、もう10分後には外出て、なんか導かれるように行って、いや、よくオカルト界隈で言われる、うん、呼ばれるってやつですね、それは。あ、そういうのがあるんですか？そう、呼ばれることって結構あって、そのタイミングとかがいつも面白くて、なんか、うん、自然とそこに行くってことがねあるらしいんで、まさに多分それだと思います。だから僕そこのちょっと水を今回ね救ってきて、うん、ちゃんと救ってきて、あ、これだ、はい、あ、すごい、今救ってきましたよこれがじゃあ竜神水ってことなんですね。そうですね、まさにそうですね。うわ、すごいですね。じゃあかなりご利益がありそうな。そうなんですよ、だから今年は僕は行ってきたので、うんうん、もしかしたらパワーをもらって今年もっともっともっとすごい売れてるかもしれない。そうですよね、竜神のように天に昇っていくようにね、はい、上がっていくかもしれませんね。はい、僕はそんな年始でしたね、うん、うわ、素晴らしいです、それは、うん、そうですね、まあそんなヤスさんに対して僕もね、うん、はい、すごいっすよ。いや、すごそうだわ。もう今はねみなぎってますよ。もう画面越しに分かるもん。なぜかというと、うん、僕ね年末に、はい、呪われたんですよ。すごいないきなりすごいな
もう対照的、安と。対照的、はい。そう。あのね、ちょっとこのお話しさせていただくんですけど、まあ、はい、あの、上野駅あるじゃないですか。多分安も行ったことあると思うんですけど。うん、はい、東京の上野駅ですね。そうそうそう、東京の上野駅の、あの、上野動物園とか、ああ、はい。ね、あの辺の上野の公園があるんですけど、広いね。はい。で、その奥に、旧博物館動物園駅っていう、うん、廃墟になった駅があるんですね。ほうほうほう、うん、でその駅の中って入ることはできないんですけど、あの、うん、特別に京成電鉄さんとのコラボレーションのイベントで、その駅の中でイベント、怖い話とかオカルトを話すっていうイベントがあったんですよ。ほう。で、あの、まあ、喋る人間は5人だったんですけど、うん、お客さんは50人限定だったんです。ほうほうほう。で50人限定で、あの、抽選で50人選ばれたんですけど、そこに応募が500人来たんですね、はいはい、すごっ。そこだから10倍、倍率の10倍を勝ち取ってきた50名の方がそこの当日に来てくださったんですけど、うん、で一人一人怖い話していくんですよ、うん、はいはいはい。でマイクの前に立って怖い話をして、次の人が話してっていうのをずっとっ順々にやっていくんですけど、はいはい、でそんな時にカメラマンの方が、うん、とあることに気づいたんですね、うん、あれ植松壮さんが怖い話をマイクの前でしてる時だけ目の前にいるお客さんが何やら魔法陣みたいなものを書きながらブツブツ呪文を唱えながらなんか床にもなんかこうやって文字みたいなの書いてるらしいんですよ、うん、で、うん、で僕が話し終えるともうそれスッとやめる。でまたみんなが話してまた僕の番になるとまたそれが始まるらしいんですね。ほう。でちょっと変だなと思って、その場でスタッフさんがネットで検索したらしいんですよ、そのやり方っていうの、うん、そしたらまさにその人を殺すっていう呪いをかけてたらしいんですね。で僕はだから怖い話してる時に僕は殺される呪いをかけられてたんですよ。でそれを全く知らされずに、まあ、これ植松さんに言うとあれちょっと良くないのかなとスタッフが思ったらしくて、うん、知らされずにお疲れ様でしたって言ってイベント終わって家帰った瞬間から僕40度の熱で廊下に倒れ込んだんですよ。で知らされずだったからうわ体調崩したのかなと思ってて、でその次の日ちょっと仕事休んじゃったんですけど、病院に行っても別に流行り病でも、インフルエンザでも風邪でも何でもなくて、うん、ちょっと原因わかんないですね、考えられるとしたらまあ過労とかそういう疲れとかかもしれませんねって言われたんですけど、うん、そんな一気に40度で出ることも、ね、ありえないし、でその後塩を入れたお湯をかぶったらいいって聞くのでそれをやったんですよ。そしたらスッとなくなったんですね。だから体調不良じゃないんですよ。何かだからその呪われたのか何か取り付いてたのかかもしれないって思ってた時にスタッフさんから連絡来て、植松さんすいません、実はイベントでこういうことがあって植松さん呪われてるかもしれませんって言われて、あ、それだって思ったんですね。いや、怖っ。で、僕そっから、今、うん、肺がね、ちょっとおかしくなっちゃってて、はいはい、喉が、喉の乾燥で出る咳じゃなくて、肺から来る咳が止まんないんですよね。だから、もし、2024年、僕が天に召されたら、その呪いのせいだと思ってください。っていう幸先の良い2024年でございます。いや悪いわ悪いわ。いや楽しみですね。ということでね、第一発目のオカルトチャンプルなんですけども、はい、早速じゃあ一曲目から流していきましょうか。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、今回はまだ発売してないんですけど、うん、まあちょいちょいライブではやらさせていただいている曲ではあるんですけど、うん、まあ、夏メモっていう曲があります。いいです。はい。で、この夏目も、今回ね、蒼さんもまだ聞いたことないバージョンというか。え？うん。この夏目も改めて撮り直したんですよ。おぉ。まだ本当に世に一切出てない夏目も、おぉ。今回は
お送りしたいと思います。はい、それでは聞いてください。夏メモ。以上、夏メモを聞いていただきました。はい、ありがとうございます。こんなにガラッと変わるもん。いや、すごくないですか、このまた歌い方も変わってるし。うん、僕の楽曲って今まで生ドラムとか生ベースなかったんですけど、うん、今回初の生ドラム、まあベースでございました。いや、これはね、売れる。ああ、早っ。売れた。売れた、早っ。売れた。
いや、ありがとうございます。それぐらい、もともとめちゃくちゃいい曲なんですけど、はい、さらになんかパワーアップしてますね。ありがとうございます。いやー、またね、これはいい。うん。皆さんの耳に、ね、どう聞こえたか、うん、なんかメッセージとかツイッターとかでも教えてください。うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、次のコーナーはですね、はい、視聴者さんからいただいた、投稿回談になります、うん。はい、楽しみにしてました。はい、よろしくお願いします。一発目はね、こちらね、お正月のお話が来ております。おお。うん、やっぱり新年一発目ということでね。はい。はい、お正月のお話を読ませていただきたいんですけども、こちら、美濃いさきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の弟が数年前のお正月に経験した話です、はい、実家に帰ってきた弟は久しぶりに会う友達と遊び疲れてその日はこたつで寝てしまいました、うん、弟は仰向けで寝ていたそうなのですが途中胸の上に違和感を感じて目を覚ましたそうです。するとそこには着物を着た5センチくらいの小さなおばあさんがぴょん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 ジャンプしていたそうなんです。弟はびっくりしたものの特に恐怖はなく見ているうちにおばあさんはすっと消えてしまったそうです。次の日にこの話を家族みんなで聞いていたのですが母曰く私たちのひいおばあさんがこんなところで寝てると体壊すぞと起こしに来たんじゃないとのこと、あ、ごめんなさい、起こしに来たんじゃないかとのこと。弟は昔から喘息持ちで体が弱かったので風邪をひかないように心配して出てきてくれたようでしたというお話でございます。面白いですよね。だからよくさ小さいおじさんの話とか聞いたことあるんですけど、うん、はいはいはい、小さいおばあさんの話僕初めて聞きましたね。これ確かになんか小さいおじさんよく聞くけどおばさんは初めてですね、うん、そうおばあさんでしかもね、うん、胸の上跳ねてたってなんでね。だからこのね美濃いさきさんがおっしゃるにはもしかしたらひいおばあちゃんがね風邪ひくよってことで出てきたかもしれないっていうことだったんですけど、うん、なんかヤースーはなんでなんだと思いますこのおばあちゃん。小さいおばあさん、うん、胸っていうのがまた不思議っていうのもあるし、うん、うん、なんだろうな。でもそのひいおばあちゃんとかそういう身内ではあるとは僕も思いますよ。おー、そうなんだ。だから、うん、そうですね、身内でそうだな、なんかの前兆じゃないですかね。あー、なるほどね、何かを教えてくれに来ていた。そうですね、それがもしかするといいことであるかもしれないし、うん、もしかしたらちょっと悪いことかもしれないし、うん、まあ、僕には分かんないんですけど何かを教えに飽きてると確かには思います、うん、あ、でもそうかもしれないですね。そのただその辺に存在してるんじゃなくて胸の上をぴょんぴょん跳ねたってことで多分この弟さんはそれで起きたんでしょうね、うん、なんだよって、うん、ね、で起きたから何か悪いことからもしかしたら免れたのかもしれないしね。うん、そう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 ってことですよね。まあだって風邪ひくなぐらいだったらいつでも来れますしね。あ、確かにそうですね。うん、このタイミングっていうのは多分もしかしたら何かの教えに来たかもしれないですね。でお正月だからほら餅が多分餅食べながら寝ちゃってたかもしれないです。で詰まらせそうになってたからもうおばあちゃんがこの胸を叩いて出してくれたかもしれない。それだ。え、そんそんだよ。安瀬さん、はい、結構お正月にお餅を詰まらせる、はい、おじさん、おじいさん、おばあさんっていうのがね、うん、多いらしいんですよ、やっぱり毎年。はいはい、聞きますね。言うじゃないですか。で、うん、その時の一番いい対処法って知ってますか？え、何ですか？知らないです。ただそのね、背中バンバンって叩いて吐かせるとかじゃなくて、はい、一番いいのは喉元に掃除機を当てて吸い込むらしいですよ。嘘でしょ？ほんと。そんな漫画みたいなこといけます？でもその対処法が一番手っ取り早いって。へえ。でも怖いよね、なんか内臓まで吸い取っちゃったら怖いよね。いや怖いし、ダイソンとか、ダイソンやばいね、吸引力抜群のやつだったらやばいよね。餅だけじゃないものが多分吸い取れちゃうから。いやでもそのそれ知らなかったですね。うん、っていうね、やっぱり昔から言われてますね。今度試してみよう。で自分で
はい、詰まらせて怖いわやめろやめろ、危ない危ないわでその小さいおじさんって、うん、あの例えばあの幸運をもたらすって言われてるんですよね。うーん、そうなんですね。うん、であの小さいおじさんを見た人は反映するとか、結構芸能人で見る方が多くて、はい、でその見た後から売れるとか、ね、言われているんですけど、東京にもね、はい、実はあの小さいおじさんに会える場所があるんですよ。会える場所、そう、会える場所っていうのがあって、ほうほう、まあ、それがね、はい、杉並区にある、まあ、とある神社なんですけど、おお、なんか知ってそうですけどね。うん、そこに行くと、あのとある、そこのとある場所に行くと小さいおじさんを高確率で見れる、そして、それのおかげで幸せになるっていうところがあるんでね。そう、よかったら皆さんもね探してみてください、小さいおじさん。え、行ってみようかな。杉並区僕住んでた時期があったんで。あ、そうなんだ。あの辺結構詳しいんで、もしかしたらあの神社かなっていうのはあるんで、うん、行ってみます。ああ、ちょっとぜひ行ってみてください。まあ杉並区小さいおじさんとかで調べたら出てくると思うんでね。あ、なるほど。うん、ちょっと調べてみてください。あの普通のおじさんは連れて帰んないようにしてください、はい、あの危ないんであ、ただただ危ないですね。ただただ危ないのではいそうですはい、ということで、次のお便り行かせて、お便りとか投稿会談行かせていただきます。はいはい、こちらも美濃岬さんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。私の兄は、あ、今度は弟じゃなくて兄になりましたね。私の兄は20代前半の頃、仕事の都合で祖母の家に住んでいました。祖母の家は2階建ての借家で、兄は1階の仏間で寝泊まりをしていました。他に叔父も住んでいたのですが、叔父は2階の部屋に住んでおり、兄はよくギターを教わりに叔父の部屋へと行っていました。この叔父はとても霊感が強くて、私たち兄弟は子供の頃からよく心霊話を聞いていました。兄はとても怖がりで、絶対霊は見たくないというタイプだったのですが、ある日突然その日はやってきました。ある夜、突然金縛りに襲われたかと思うと、お兄ちゃん遊ぼうと5歳くらいの女の子が現れたそうなのです。兄は当然パニック、動けない、声も出ない。でも明らかに女の子が兄の布団の周りを走っていたそうなのです。そのまま気を失ったのか、疲れて眠ってしまったのか、気がついた時には朝になっていたそうです。叔父に相談すると、叔父は以前からその女の子の存在を知っており、遊んでもらいたいだけで悪さをする子じゃないから大丈夫と教えてくれたそうです。また仕事で疲れが溜まってしまった兄の波長と霊との波長がたまたま合ってしまっただけだよと。しかしその日を境に兄と霊とのチャンネルが合いやすくなってしまって、寝ている時以外にもその子を見かけるようになってしまったそうです。階段を上りながら消えていく姿だったり、2階でギターを弾いていると窓の外から覗いていたり、そんなことにも慣れてきたある夜、いつものように女の子は兄の部屋で遊んでいました。兄はまたかくらいにしか思わず、気にせず寝ていたそうです。すると突然襖が開いて、あゆみ何してるんだと男の人が部屋に入ってきたそうなんです。兄は一気に鳥肌が立ち、金縛り、女の子はパパと言って駆け寄ると、二人ともスッと消えていったそうです。まさかの父親の登場に兄はとても怖かったそうです。もう勘弁してくれ、なんで俺なんだよと嘆いていましたが、その日を機に二人とも現れなくなったそうです。また来るんじゃないかと怯えながらも、穏やかな日々が続いていたある日、兄はギターを教わりに叔父の部屋へと階段を上りました。今まで何度も何度も通った階段です。でもその日、兄は見つけてしまうのです。壁に落書きされた歩みの文字を。私もよく遊びに行っていましたが、言われるまで落書きには気づきませんでした。子供が書いたような字体で、縦1センチ横3センチくらいの長さで鉛筆で書かれていました。
壁が木目調だったこともあり、目立たないといえば目立たないのですが、気づいてからは階段を使うたびその文字を見てしまっていました。兄は落書きを見つけたとき心臓が止まるかと思ったそうです、というお話です。いや、不思議な話ね。だからその美濃岬さんの周りって、その小さい、さっきの弟さんは小さいおばあさんが乗ってたりで、今回はお兄さんが、ね、うん、小さい女の子が走ってるのを見かけるようになったとかね。はいはいはい、結構出る家っすね。出ますね。お、引っ越しましょう、もういやもう引っ越してんじゃないか結構昔の話だと思うよこれ。なかなかな話ですね。でもね、でも両方とも怖い存在じゃないっすよね。うん、確かに。うん、だからその女の子も別に悪さをしないっておじさんが言っているぐらいなのでね。なんかでミステリアスな感じありますけどね。確かにね。だからその壁にね、うん、書かれてた文字とか、うん、でそのねおじさんが知ってたとか、その女の子、うんうんうん、でそのお兄さんはその存在を知らなかったと、うん、だからなんかミステリアスな部分もあるなとは思いますけどね。確かにそうっすね。で最初は女の子だけで生きてきて、うん、で、うん、後から歩みってね、うん、出てきたお父さん登場じゃないですか。うん、僕の中ではもしかしたらそのあゆみちゃんというね、あのもう亡くなってしまった女の子の霊が、うん、そこから出れなくなっていて、そこで遊んでたんだけど、それをお父さんの霊が迎えに来てくれたのかなと思ったんですよね。うん、ああなるほど。そう、あゆみそろそろ天国行くよみたいな感じで、うん、うん、でパパーって言って駆け寄っていて、その日から2人とも現れなかったってことは、なんか成仏したというかね、なんかそんな気がしますね。うん、確かにそうですね。うん、だからそう考えるとお父さんもその娘さんのあゆみちゃんも亡くなっているのであれば、かなり古い、うん、お話なのかもしれないですよね。まあこの土地に住んでた方かもしれないですね。そうですね。だからその家に住んでたからこそ、あゆみっていう文字がね書かれてたのでしょうし、うん、うん、でもだからそう考えるとね、なんかよく幽霊がいる、幽霊が出るね、そこで人が死んだところが事故物件って言われますけど、うん、はい、絶対にもう本当数百年さかのぼったらもうその辺でバタバタみんな亡くなってるので、うん、そこら中が事故物件になっちゃいますよね。まあ今言ってしまえばそうですもんね。ああ、うん、けどね、でもこのお話もね、悪いお話じゃないというかね、すごい、うん、なんかほっこりするような、本当そうですね、うん、お話でしたね。もしまたね、何かありましたら、うん、ぜひご投稿いただければなと思います。うん、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、以上、本日のめちゃくちゃ救急車鳴っててごめんなさい。いや大丈夫ですよ大丈夫ですよ。以上、視聴者さんの投稿会談でございました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日2曲目の曲を流させていただきたいんですけど、はい、僕基本的にね、あのメインで今ベースでサポートさせてもらっているのがヤースと、あともう一人式根島の歌うたいの夏市という人間がいるんです。うん、で、その夏市もね、ちょっと今度ヤース、まあ、会ったことないよね。ナイス。ちょっと会わせたいな。あ、ぜひぜひ。めちゃくちゃ面白いから、うん、うん、ちょっとね、お互い島同士でちょっと面白い話もできると思うし、うん、会いたいです。うん、ちょっとね、合わせたいんですけど、そんな夏市がね、出します新曲がありまして、そちらを聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。夏市で描ききれよ。描ききれよ、認めちまった日が紛れもないスタート。じゃあ何ができるかってひたすらに消し続けた太郎。死に方よしじゃなくて生き方よし、埋もれちまいそうな感情や感動を年のせいだけに言わしたくないから、今もがき続けることを決めた。ポジティブが沈んじまう夜も、起き上がれん朝が幾重にも、恐
追いかかってくる現実、きっと自分だけじゃね、それも知ってる。もういいかい、いいよ、拙い息継ぎで余白なく描け描け描き知れよ。願うだけじゃのまだ遠くても、決めた覚悟に背を向けんな。孤独に潰れそうな夜も今に見てろ、這いつくばっても届かなくても笑ってみせろ、限界超えんだ。それ目の前の景色を変えてゆけ、睨むのは他人じゃなくて力抜く明日の自分。今踏ん張れなきゃここぞって時はまた不自由。気持ちが乾きそうなら汗と夢を注ぎ満たす。これでも勝手やがいと毎日にやっと色が灯りだ。描ききれよ。願うだけじゃのまだ遠くても、決めた覚悟に背を向けんな。孤独に潰れそうな夜も今に見てろ、這いつくばっても届かなくても笑ってみせろ、限界超えんだ。目の前の景色を変えてゆけ。描ききれよ。願うだけじゃ No。 描ききれよ。届かなくても描ききれよ。願うだけじゃ No。 描ききれよ。描ききれよ。願うだけじゃのまだ遠くても、決めた覚悟に背を向けんな。孤独に潰れそうな夜も今に見てろ、這いつくばっても届かなくても笑ってみせろ、限界超えんだ。それ目の前の景色を変えて描ききれよ。願うだけじゃのまだ遠くても、決めた覚悟に背を向けんな。孤独に潰れそうな夜も今に見てろ、這いつくばっても届かなくても笑ってみせろ、限界超えんだ。それ目の前の景色を変えてゆけ。はい、松一で描ききれよでございました。ありがとうございます。あー、いいですね、やっぱり、うん、ね、描くのは、まあ、いろんな人に手伝ってもらったりもすると思うんですけど、人生ね、うんうん、結局自分の色を自分で染めないといけないというかね、自分自身が頑張るべきだよっていうね、うん、うん、いい曲でした。いい曲。はい、そうなんですよ、うん、ちょっとね、なので皆さんもね、なんか夏メモもそうですけど、はい、カタカナの曲が多いな。ああ、そうですね。ああ、夏メモカタカナですもんね。そうです、そうです。うん、で今の描ききれよもカタカナなんでね。ああ、そうかそうか、一緒か、うん、それも。そうそう、今日最後に流すのもカタカナかもしれませんよ。楽しみにしててください。はい、ということで、次のコーナーなんですけども、はい、まあ、いつもは、ヤースの弾き語りコーナーだったんですが、うん、ちょっとせっかく新年一発目ということで、ちょっとガラッと変えようかなと思ってまして、今回だけ。せっかく用意したのに。じゃあやる？いや、いいっすよ。いいんかい新年一発かい。そう、ちょっとね、せっかくなので、はいはい、まあ、この2024年、ね、一緒に頑張っていかなきゃいけないわけで、はい、ね、頑張るためには、自分たちの力もそうだし、うん、自分たちで描ききる力も大事なんですけど、うん、それ以外にも、やっぱり、ね、僕ら、もっと運気を上げていくべきだなと思ってるんですよ。本当そうですね。うん、だからその辺についてちょっと2人でどうすれば運気が上がるのかとか、うん、なんかおすすめのものとか、こういったものがあったよとか、うん、そういうのをちょっとか残りの時間語りたいなと思ってるんですよね。うん、はいはいはい、うん、なんですけど、ちょっとまず僕からお話しさせていただくと、はい、去年京都の嵐山っていうところがあるんですね、うん、嵐山、はい、そう、嵐山というすごくね、いい山があって、で綺麗な川も流れてるんですけども、うん、その近くに車崎神社っていう神社があるんです。車崎神社、はい、ここがすごく有名で、何で有名かっていうと、ここに来て、はい、お願い事をする、そして、うん、とあるものを奉納すると芸能人全員売れてくんですよ、うん、マジで。で、うん、もうそこ何を奉納するかというと、玉垣と呼ばれる赤いね、はい、なんか木のちっちゃい柱みたいなのがあって、はい、
その柱がわーっと並んでるんですね。そのあ、なんか神社にありそうな、はい。あ、そうそうそう。で、そこに名前が全員書いてあるんですよ。わーっていうの人の、うん。めちゃくちゃ売れてる方々。で、みんなそこで玉垣を奉納して、さらに売れていくっていうのがあって、うん、で、僕も去年ね、実は10月に、そこに行って、奉納させてもらったんです。うん、はいはいはい。うん、で、その、まあ、芸能人たち、名だたる芸能人たちのこと、わーってあるな、玉垣の中にも植松荘もあるんですけど、うんうん、で、それを奉納した人だけもらえる金色のお守りがあるんですね。おう。で、金色のお守りを手に入れて。そして玉垣がそこに飾られると売れるって言われてるんですけど、はい、これ、あんまりちょっといやらしい話になっちゃうんですけど、はい、収入と仕事が、うん、ごめんなさい、急に喋んなぐらいな感じで咳が出てきた。収入と仕事が、はい、2倍以上になりました。マジで。もう早速効果が現れてるみたいな？そうなんですよ。だからここピー入れますけど、はい、うわあ、はい、僕のリアクションでちょっとそうですね、皆さん想像してください、はい、で本当にそれぐらいね、もう そこのご利益としか思えないぐらいのタイミングだったので、はいはい、で今回1月に本当にありがとうございましたということでまた行ってきたんですけど、はい、だからね、その芸事をしている人は、はい、ちょっとぜひ行っていただきたい場所でございますね。そこに行けば、でその玉垣を奉納すれば仕事がうわっと増えます、うん、売れます。絶対行くね、これをマジで行った方がいいと思うのと、はい、で芸能関係の人だけかと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、そうじゃなくて、ここにあるのが、うん、日本一パワーの強い石があるんですよ。ほう。パワーストーンがあって、それが祈念神石って呼ばれるもので、はい、祈る念の神様の石って書いて祈念神石で、これっていうのが持ち帰れるんですね、うん、買えるんですよ、はいはいはい、でその場で車崎神社でお願い事します。例えばなんかね、うん、縁があって結婚できますようにって思って持ち帰ったら、うん、かなりの高確率で叶うらしいんですね、はい。で叶った後に何するかっていうと、自分の家の近くにある何でもいいです、石を拾ってきてください、はい、でその石に何々が叶いました、ありがとうございました、感謝の気持ちを込めて書いて、文字を書いて、それを車崎神社に持って行って感謝とともに奉納する、へー、っていうのがあって、その記念親戚っていうのがあったりするんですけど、ちょっとね、うん、聞いてる方は見れないと思うんですけど、こんな感じです。あ、なんか黄色い袋に包まれた、そう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 、中に石が入ってます、うん、うん、だからね、これもね、芸事をやってる人だけじゃなくて一般の方もおすすめのもの、おすすめ場所となっておりますのでね、僕の中ではちょっと日本一のパワースポットなのかもしれないと思っている場所なので、なので、ちょっとヤースさんは今年ここに行って、玉垣奉納して。うん、そうですね。爆売れですよ。爆売れですね。爆売れです。俺今、いつ行こうかっていう感じで、スケジュール、うん、頭の中で今、ぐわーってやってますからね。はい、早っ。早いな。いや、でも行きます、行きます、絶対。ね。だから、それと一緒になんか、セットで、その京都とか大阪とかのライブ入れてもいいかもしれないですね。あ、そうですね。うん。うんうんうん。それだったら僕も一緒に行けるんで。うんうん。うん。いや、行きたいな。ねえ、ここはね、本当僕の中での、開運、一番の開運のおすすめスポットです。はいはいはい、すごい。っていうのがあったりね。あとは、去年の、12月に僕、沖縄本島行ったんですけど、はい。で、その時に波の上宮に行ったんですよ。ああ、いいっすね。ねえ、この FM 那覇さん聞いてる方なら分かると思うんですけども。ね、波の上宮に行って、あそこも龍神様がね、うん、いるということで、はい、行ってきたんですけども、あそこもめちゃくちゃパワースポットっすよね。うん、そうですね。めちゃくちゃいい場所だったんで行ってきましたが、ヤースさん、はい、なんかその、まあ、運気を上げるじゃないですけど、はい、何かありますか？僕はそうですね、うん、僕は南の人間なんで。南の人間ですね。はい、はい、なんでやっぱ海は近くにあったんですけど、うん、やっぱどこかしら山に憧れがあるんですよ。お、なるほどね。
で俺ここ十何年東京に住んでるんですけど、うん、山に一回もの山を登ったことがないんですよ。行ったことなかったんだ。そうちゃんと山登りっていうのをしたことなくて、うん、なので今年はもう山に登ろうと思ってまして、おい、いいっす。まあ、それこそ蘇さんも言った高尾山からまず行ってみようかなとは思ってて、あ、いいと思います。それを、うん、今年というかもうキンキンに行って、うんうん、あここが山かって言いながらちょっとここが山こパワーをもらいに、あ、いいっすね。なんかそうっすね、やっぱり、うん、さっきも言った龍城の滝もそうっすけど、うん、なんか今まで経験したことないことが今身近に起きてはいるので、うん、その流れで山にも登ってみたいなと思ってますね。ま、うん、あいいですね。その龍神の滝行った時も、うんうん、何かそのあこれパワー今来てるわっていう感覚ってあったんですか。そうですね、まあ、今のところで言うと、うん、まあ、2月、沖縄の、うんうん、沖縄を代表するフリーペーパーがありまして、お、まあ、そこの表紙を飾らせていただくになりまして、すごい。そうなんですよ、2月号っていう形で、うん、まあ、先月号だったら例えば D513とか、はいはい、まあ、それこそ狩吉ゴジラさんだったらいろんな方が出てて、うんうん、2月号ヤスで行くからっていうの連絡入りまして、お、じゃあ まだこれからなんですね。そうですね、だからこの放送が終わってすぐですかね。お、じゃあそのフリーペーパーの2月号の表紙がヤース。そうなんですよ、すごい。まあ、ちょっとずつこう言ってもしかしたらパワーがもらえてるかもしれないですね。いや、そうですね、いいかもしれないですね、うん、あとはそのパワースポットに行くことによって自分の意識が変わるんですよね。自分がそのパワーがみなぎったって思えるし、こういういい場所に来れたからきっと大丈夫って思えるしっていうことで、アンテナがプラスの方に働くから、うん、だからこうやってこれだけ仕事が増えたり新しいことができたりっていうね、うん、運気が上がってくるっていうことなのでね。だからなんかマイナス思考な、ね、こともあるじゃないですか、人間だから、はいね、そういった時はやっぱりね、そのなんか塞ぎ込んで寝てるんじゃなくて、ちょっとね、うん、なんか運気が上がる場所に行くとか、うんね、そういった風にしたり、あと休みたいにちょっと山登るとかね、うん、なんかちょっとした軽い運動するだけで気持ちは晴れてくるので、確かに間違いないですね。そういったのもおすすめかもしれませんね。うん、うん、あと今年 何しようね。今さっき言った車崎神社行きますよね。はい、車崎行きますよ。行きます。あとなんか、はい、まあ、山登る、あ、山です、高尾山で、はい、途中にね、あの引っ張りだこっていう、うん、タコの銅像があるんですよ。はい、それ触ると引っ張りだこになるらしいですよ。引っ張りだこってなんですか。あ、引っ張りだこ、あ、そう、そう、仕事がわっと、ああ、なるほど、うん、なるらしい。僕もそれね、去年から触るようにしてるんですよ。今年も触ってきたんでね。はい、引っ張りだこになりたい。なりたいですね。なりたいですね。え、高尾山って、うん、僕ちょっとあんま詳しくないんですけど、うん、例えばじゃあ、今日行こうと思ったら何時頃に行った方がいいですか。意外と、まあ、はい、全部歩きで行くとしたら結構かかるんですよ、マジで。あ、はいはい、で途中でケーブルカーとかもあるので、あの初心者の方にもおすすめの山になっているんですが、基本的にはやっぱ午前中から行った方がいいですね、はい、うん、なるほど。午前中の方がその場って清められているとかね、よく言われるので、うん、午前中に例えば、まあ、9時くらい、まあ、早すぎると大変なので、うんね、9時とか10時ぐらいに着いて、でそこからね、うん、ちょうど山頂に、お昼前ぐらいに着くぐらいだと、で山頂の方でなんかお蕎麦食べたりね。あ、いいっすね。あ、途中にあるんですよ、お蕎麦食べるとことかも。はいはいはい、うん、で食べたりなんか、ね、甘いもの食べたりしながら景色を眺めてとかね。うーん、うん、あとはその天狗信仰の山なので、はい、あの天狗の絵が描いてあるうちわがあるんですよ、うん、ほうほう。それで自分を仰ぐと運気が舞い込んでくるとかね。へ、うん、そういったのもある高尾山なのでね、はい、おすすめなんですけど、面白いですね。あとね、僕ね、もう一個おすすめがあるんですよ。はいはいはい、これもヤース行ってほしい。はい、長野県なんですけど長野県、長野県の、はい、文贵峠っていう峠です。峠、峠、はいはい、だからもう完全に 山ですよね。
うん、山の中に何があるかっていうと、ここね、はい、あの太平洋と大西洋の、うん、大西洋、うん、違うな違うな、太平洋とオホーツクの方の、はい、違うな、太平洋と日本海だ、ごめん、はいはい、オカルトですね。あ、びっくりした、今頭の中操作されたわ今、はい、起きましたね、なんか起きました、バグが起きましたわ。はい、はい、太平洋、大西洋戦を戻ってきちゃった。違う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 。やばいやばい、進まない。太平洋と日本海のプレートがあってね。はい。そう、プレート同士がぶつかり合ってる場所なので、うん、あの、そこの場所っていうのが、普段みんなが、例えば僕らが住んでる場所って、磁場っていうのがあるんですよ。はいはい。うん、あの、その下の方にある、磁場っていうのがあって、それによって、まあ、体の変化とかが起きてるんですけども、うん、その場所っていうのが、このプレートのぶつかり合ってるところなので、あの、磁場がないゼロ磁場って言われる場所なんですね。うんうん、そこに行くと、体調が悪いもの、病気とかも治るって言われていて。へ、で、そこで、例えばただゆっくりしてるだけですよ。ただその文具井峠のとある場所、まあ、行ったら分かるんですけど、そこでゆっくりしてるだけで、はい、うん、ここも仕事が舞い込んでくるで有名なんですよね。例えばキリンの川島さんがその文具井峠に行って、はいはい、で、うん、その時にあの写真撮ったらね、川島さんの周りなんかもやみたいなのがかかってたらしいんですよ。はいはいはい、で変なの撮れたねって言いながらそこの文具井峠にいたら連絡来て、もしもしって出たら、はい、アメトークの、うん、その収録の仕事の依頼で、うん、そこからバンバンバンって売れていったらしいんですよね。へー、とか島田秀平さんも、はい、そこで写真撮ったら、やっぱりそれもやがかかって、うん、でそこからバババッと売れていった、はあ、っていう日本屈指の超パワースポットって言われていて、はいはいはい、うん、なのでね、そこもちょっといいっすよね。まあ、長野ぐらいだったらまあバスで車でも行けちゃいますもんね、うん、そうそうそう、車で多分ね2時間半3時間ぐらいで行けんじゃないかな、まあ、そのぐらいですよね。うん、だそこも行きましょうよ。いや行きたいですね。僕もう2回行ってるんでね。でそこでもそのゼロ磁場の水とかもあるんですよ。はいはい、でそれ持って帰れたりするので、うわいいっすね、そういうのいい、行きましょうよ。では、はい、行きたいです。はい、これも皆さんにもおすすめの場所でございます。はい、長野県の文具井峠というところ、ぜひ行ってみてください。うん。はい、ということでね、ちょっと今年もね、うん、いろんなところに行って、うん、いろんなことして、運気を上げつつ、はい、皆様にも、うん、ね、パワーを上げつつ、そうですね。皆様にからもパワーをもらいつつなね、はい、オカルトチャンプルにしていこうかなと思っておりますのでね。はい。うん、だからオカルトって言っても怖いものだけじゃなくて、こういうパワースポットとかね、そういったものもオカルトに入るので、うん、そうですね、何かね、その皆様、ごめんなさい、悪いものが出てます、今。悪いものが出てる。出てきましたね。そう。皆様もなんかおすすめの場所とかありましたら、ぜひメッセージをお寄せいただきたいと思います。はい、お願いします。はい、メッセージはこちらです。occuchan@gmail.com。occuchan。合ってますね。あ、違う、CHAN、 ごめんなさい、 OCCUCHAN @gmail.com、 おかちゃん @gmail.com の方にお便りどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、やすさん、はい、終わりです。終わりです。いいですね、シンプルですね。ねえ、あっという間な、今年もあっという間な収録でございますが、まあそうですね、新年一発っていうこともあって、うん、まあ、さっきも言ったようにこうオカルトチックなことも話しながら、うん、こうね、みんなと運気を上げる話もできたので結構満足してますね、うん、そうですね、だから今年は怖いものだけじゃなくてそっちのいいものの方もね、うん、たくさん発信できればなと思ってますので、うん、そうですね、うん、両方楽しんでいただけるチャンネルに、ね、して、ちょっとあのこの FM 那覇さんの、はい、人気コンテンツに上がるっていうのも僕一つの目標にしてますので、僕も目標にしてますよ、それはね、ちょっとその辺もね頑張っていきたいと思ってますのでね、はい、皆様今後ともぜひぜひ応援、そしてご視聴よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日もね以上になるんですけども、最後も、はい、カタカナの曲になるのかな、お、分かんないんですけどね、最後はヤスさんの曲でお別れになると思います。はいはいはい、じゃあ曲紹介からの
はい、最後の挨拶で終わりましょう。よろしくお願いします。はい、はい、曲が漢字で宮古島っていう曲なんですけど、カタカナじゃないんかい。はい、この宮古島って曲なんですけど、まあこのおかちゃんに合ってるかは分かんないんですけど、うん、僕が宮古島 PR ソングとして、うん、なんかいいなっていう、この曲いいなって思って作った曲なんですよ、うん、本当に宮古島 PR っていう名前だけあって、宮古島の島の名前を歌ったり、うん、その宮古島のこういう橋があるんだよっていう内容、うん、歌詞になってます。あ、じゃあもうそれ聞けば今日宮古島のことがいろいろ知れると。そうですね。あ、いいですね。もしあの聞いてくれてるあの、うんうん、まあ、こういうこと言っちゃあれなんですけど、うんうん、お偉いさん方よろしくお願いします。やめなさいよ。よろしくお願いします。乗っかってきた。乗っかる。それは乗っかりますわ。じゃあそれを聞いていただきながらお別れとなりますので、はい、最後じゃあ曲紹介よろしくお願いします。はい、ヤスで宮古島。それではせーの、後からなーなー。幸先不安。不安だわ。ロック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 済み、ロック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 済み、ロック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 済み済み。ロックロック済み、ロックロック、ロックロック済み済み。